バルガとウィズロを配下に加えたシアはいよいよハイラルへの侵攻を開始しました。そこへウィズロが進言します。まずハイラルに住む妖精を滅ぼすべきではないかというのです。妖精は善なる心を持つ者にある時は特別な力を与え、ある時は進むべき道を示してきました。もしも今伝説の勇者が現れ妖精の加護を受けたならば、闇の勢力は苦戦を強いられるかもしれません。シアはウィズロの進言を聞き入れて妖精狩りを命じました。その結果多くの妖精を捕らえましたが、最も強く聖なる力を帯びた妖精だけは捕らえられずにいました。その妖精は謎の少女によって守られており、少女に協力するゴロン族と共に魔物から逃げているというのです。苛立つシアはハイラル侵攻を本格化させながら、一方でその妖精を必ず捕らえるようにバルガとウィズロに命令するのでした。Yeah!
아!